皆さんこんにちは。小学校の先生歴30年以上の経験を持つじゅんじゅんです。今日は保護者の安心感最優先、電話連絡3つのポイントというテーマでお話をします。今回も前回に続いて視聴者の方からメールでいただいたご質問についてお答えするという形で動画そしてポッドキャストを作っていきたいと思ってます。ご質問の内容を要約させていただくと、子どもの怪我があった時ご家庭に電話連絡をするのが苦手だ、学年の先生からはできるだけ短時間で電話を終えるように言われている、でもなかなか相手のお話を聞いているとそれができない、切ることができないということですね。でお話をしていると次々に突っ込まれて、こううまく言葉が出てこなくなってしまう、うまく伝えるにはどうしたらいいのかコツを教えてほしいというお話でした。このお話を伺って私の初任時代と同じだなと思って仲間意識が芽生えてしまったんですけど、確かにね、電話って相手の方のお顔が見えない分やっぱとても不安ですよね。言葉だけで伝えるのはとても難しい。特に今の20代30代の先生方ってもしかしたら、人によると思うんですけれども、電話で何かを伝えるっていう経験がやっぱり少ないんじゃないかなって思うんですね。ましてこの1学期ですよ、信頼関係築いてる最中ですから、もう電話1本かけるのももうドキドキですよね。だから不安な気持ちになるのは痛いほどわかります。ということで今日はこの方のように電話連絡をする時のポイントが知りたいって方いらっしゃると思うので、そのポイントを3つに絞ってお話を進めていきます。ただね、漠然とお話しすることはちょっと難しいので、3つちょっと条件を、絞らせていただきました。まず A 君ですね、子供が体育の時間に自分で転んで擦り傷を負ってしまった。そして2つ目が養護教諭が見て病院に行くほどの怪我ではない。3つ目、ただかなりね本人が痛がってる、もう傷の範囲がちょっと広がっているのでご家庭に連絡を入れるという判断が出た。こういった状態での過程で電話連絡のポイント3つご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。はい、今日のテーマ、保護者の安心感最優先、電話連絡3つのポイント怪我編ということでシェアしていきます。それはねこちらなんですね。3つ、上からいきます。1、事実確認の徹底。2、時間帯。3、養護教諭。順番に説明していきます。まず1つ目の事実確認の徹底、これその通りなんですけれども、前回のエピソード、子どもとトラブル教師の聞き取り方3つのポイントっていうね、このエピソードまだお聞きになってない方、見てない方いらっしゃったらぜひチェックしていただきたいんですけれども、そこでもご紹介したポイントの中に聞き取るポイントですね、その時に区切るっていうことと見える化っていうのがあったんですね。教師が見ていないところでの出来事を把握するときってこの2つがとても有効です。どんな流れで怪我をすることになってしまったのか、ここを教師が全て見ることができるならお話しすることはね見てますから保護者の方に伝えることはできるんですけれども、多くの場合子どもの話を元に把握しなくてはいけないんですよね。だからよくあるケースがトラブルにしても怪我にしても学校で聞き取った話と家に帰ってからの話に違いが出てきて、そして問題になるってことがよくあります。これもねいろいろな背景があるので一概に聞き取りに原因があるとは限らないんですけれども、できるだけ教師側は正確に聞き取りたいと思いますよね。トラブルの聞き取りと同じように、いつどこで誰がどのようにっていうね、そのトラブルに怪我に至ったのかっていうことを本人やそして周りにいた子たちの協力を得ながら明らかにしていきます。その時ね、後で保護者の方にお伝えしたり自己報告の必要があることも想定して必ず紙に記録を取っていきます。担任もね紙に書きながら見える化することで、あれこれどういうことなのっていうね曖昧なところに気づきやすくなっていくのがこの方法のいいところです。そうすると教師もね子どもの話を聞いて見える化して
頭の中で、あ、こういうシチュエーションで起きたのねってイメージができてますから、それも話しやすくなるわけですね。うん、なのでメモを取って、そしてそれを元にしながらお話をすることなので、ぜひね、まだこの方法をやったことない方いらっしゃいましたら、ぜひねトライしてみてください。まあ、もちろんね、人によってはもう子供から聞いたことは自分の頭の中で組み立てることができて、そしてそれをもうそのまま見たようにお話をすることもできる方いらっしゃると思うんですけど、私はそういうのちょっと苦手だったので、この見える化やってました。ただこの見える化、子どもたちも見えるところでやってますので、子どもも見て、あ、これはこうだった、ああだったっていう言い方ができるので、すごく効果がある方法なので、ぜひやってみてください。次に2つ目の時間帯です。何の時間帯かというと、電話連絡ですね。それをする時間帯です。まあ、よくね、初任者の頃は夕食頃はねやめましょうねって避けましょうとか言われました。でもそうするとね、今お仕事されてる方とても多いので、じゃあ連絡入れる時って、いや忙しい、夕飯準備と重なっちゃうし、まあ、夕飯食べるし、じゃあ食後のゆっくりしてる時、それまで学校にいなきゃいけないんだっていうね、そういうこともあったりするんですよね。そうすると、まあ、教師の働き方にも問題があったりとか、まあ、自宅に戻ってから電話かけるって、まあ、もう仕方がない時もあるんですけども、できるだけそれは避けたいですよね。まあ、ここ私数年、保護者の方がお仕事をされているかどうかひとまず置いといて、病院に連れていくほどではないんだけど、本人が、まあ、怪我の範囲が広かったりして、ちょっとショックで痛くってもう大泣きしてたりとか、しょぼんとしてたりとか、まあそういった場合とか、あとは、まあ、怪我の範囲がね、こうちょっと広くって、これはね、そのままあの子供たち返すのもなんかちょっと大丈夫かな、心配だなっていうところがあったりすると、まあそういった時はその子がね、保健室で治療してもらってるタイミングで、もうご家庭にね報告をさせていただくことにしていました。まあ、保護者の方の気持ちを考えるとね、まあ、そんな時間、午前中とか午後の最初の頃にね、学校から電話があって、あれもしかして早退かななんてこうね、ドキッとさせてしまうところもあるかもしれないんですけど、だからまあ人によってはね、その方によってはそのぐらいでね、怪我ぐらいで電話しないでって方もいらっしゃると思うんですよ。まあ、でもまあこれどうしようかな、この方はっていうね、人によって対応変えるってことできませんから、やっぱりそれはもう安心第一優先っていうことで、もうとにかく、電話を連絡させていただいてることにしました。まあそうしないとね、待ってたら他の授業もあるわけですよね。だからそこはもうお話をさせていただいて授業に戻るってことを優先させていました。自分で判断しました。まあ、保護者の方の身になればね、電話連絡をもらって、まあ、とりあえず我が子が怪我をしたことが分かった、ね、痛がって泣いてる、でも病院に連れていくほどではないよっていうね、まあ、そういった情報で何の判断もできないですよね。あ、じゃあ病院連れてきますっていうわけにはいかないし、だからとりあえずここまでの事実は分かったっていうところまでしかないんですけれども、まあ、でもこの連絡を放課後に回してしまうと、どういったことが起きるかっていうと、例えばもう放課後になって会議が入ってなかなか電話連絡ができなくて遅れてしまうとか、まあ、その間にもう子どもはお家に着いて保護者の方にその怪我の様子を見てもらっちゃってる状態と、教師からの連絡が後になってしまうっていうよりは、もう先に連絡をさせていただいた方が安心していただけるんじゃないかなって思ってます。まあ、私はその保健室にいるタイミングで電話を入れるようにしてました。まあ、その時にね、怪我をしているその子に電話にね、代わってもらって、で保護者の方とちょっと言葉を交わしていただくことで、ちょっとその子も安心して落ち着いたり、あとは、保護者の方にも安心していただけることにつながるかなと考えてました。では最後に養護教諭です。まあ、最近ではね、担任の代わりに養護教諭がご家庭に連絡を入れる学校も増えてきているようですね。まあ、これは保護者の方にとって大きな安心につながるのではないかと思います。まあ、我が子がちゃんと見てもらっているのかどうかっていうことが気になるところもあると思います。だから養護教諭と担任とで役割分担をきちんとこう住み分けて、養護教諭からは怪我の様子、体調の様子を、まあ、専門の視点で
報告していただいて、そして担任からは怪我に至るまでですよね、まあ、前後の話をお伝えすることで両方とも安心感を持っていただけるようにしたいものだなと思います。まあ、そうは言ってもね、養護の先生も学校の規模によってはもう常にね、もう次から次に家庭に連絡入れなきゃいけないっていうこともあるし、でもその間に具合の悪い子が保健室に来て対応するっていう、もうてんてこまいになってしまうので、まあ、そこはね、まあ、状況によっては担任一人が対応する、電話をするってこともあると思います。でもその時に養護教諭が見たらこうこういう判断でした、こんな風に言ってましたっていう風に、まあ、養護の名前を出しながらお伝えすることも安心感を持っていただけるためのちょっとした工夫ではないかなって思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日は保護者の安心感最優先、電話連絡3つのポイントをテーマにお話をしました。まあ、最後にね、すでに徹底されていると思うんですけれども、特に金曜日の怪我ですね、ここは細心の注意を払いたいものです。まあ、明日明後日土日休みということで、実は金曜日怪我して帰ったら土日病院に行ってたなんてこともね、時々あったりするんですよね。だ、子どもたちって休み時間に遊びに夢中になって、まあ、途中で怪我をした、まあ、その時もう遊びに夢中になってるから遊びたい一心で怪我のことを後回しで、教室に戻ったらもう授業始まってる、で次じゃ休み時間先生に言おうと思ったらまた休み時間遊びたくなってそっちに行ってしまって、気持ちがそっち行って、で怪我はもう後回しで放課後になっちゃったってことね、時々あったりするんですよね。なので、まあ怪我のこと担任に伝えないまま家に帰っちゃったらとても困ってしまうので、まあ私これできる時とできない時あったんですけど、金曜日の帰りの会などでちょっとそのことに触れるっていうのも言い忘れてしまった子にとってはなんか、あ、そういえばって気づくきっかけになるかなって思ってます。まあ、家に帰ってからそういえばって保護者の方見た時にはちょっと足首腫れてるんじゃないっていうことがね、泣きにしもあらずなんですよね。まあ、ちょっとした言葉かけで大事になることが未然に防げたらいいですよね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。前回と今回のようにオンラインで相談するまでにはないんだけれども、でもちょっと質問したいな、こういう時どうしたらいいのっていうね、そういう質問がありましたらぜひね、概要欄のメールやそしてインスタの DM で送っていただければ、もちろんねメール返信させていただきますし、こうしてね多くの方にもよくあるあるのことであれば動画やポッドキャストのエピソードとして皆さんにシェアしたいと思ってます。ぜひご質問ご感想お待ちしています。それでは次回の動画まですぐにお会いしましょう。